酒井くんのお部屋。ステッキの酒井くんです。朝が来れば今回はね、大阪府の池田市ってところに来てちょっと探索して会っていきたいと思います。池田市は石橋町にあるとある商店街、野瀬街道にやってまいりました。早速探索していきましょう。結構なんか味が出てる商店街。朝が来れば、簡単やないかい。こんにちは。おすすめの店とかあったりしますか？いろいろ探しよう。いろいろ探しよう。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ごめんね。朝が来れば、ちょっとさっき来るときにちょっと美味しそうなラーメン屋さんがあったんですけど、マドラーメンなんですよ。そこ見えると思ってるんですけど、ちょっと気になってちょっと一回やってみようかなって思います。とまるさんにやってまいりました。見えました？OK。 なんかおしゃれな感じですね、ラーメン屋にしては。朝が来れば、一番人気なのはこれですかね、トマトラーメンプラス。あ、そうですね。そちらあのチーズ持続がついてて、値段もかなり美味しくなっております。トマトラーメンリゾット頼んでいきます。はい、ありがとうございます。いや、楽しみですね。なんかトマトラーメン食べたことないですよ、僕。かわいい、このトマト。止まる。朝が来れば、朝が来れば。こんにちは。よ。あ、来たようです。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、おお、すげえ。見てください。僕初めて食べるんです、トマトラーメン。めっちゃ綺麗ですね。いただきます。めっちゃトマトっす。朝が来れば。けど、美味しい。ラーメンと違ってめっちゃ美味しいです。朝が来れば。チーズがいい、なんていうんですか、あれです、いい感じですね。朝が来れば。めっちゃ美味しいですね。あ、ほんまですか、ありがとうございます。実は僕、はい、ポテトステーキの大ファンなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ありがとうございます。どうですか、来ていただいて。いや、全然めっちゃ美味しいです。あ、ほんまですか。ありがとうございます。めちゃめちゃ好きなんですよ。朝が来れば。もうぜひ、はい、僕もよかったらメンバーに入りたいと思ってるんで。はい、はい、朝が来れば。よかったですね。よかったです。結構さっきね、街中で歩いてでも声かけられなかったですもんね。そうですね。朝が来れば。
うん、朝が来れば実はですね、うちにはもう一つとっておきの商品がございまして、何ですかそれ。餃子なんですけども、トッピングでチーズを頼んでいただいたら、はいはいはい、餃子の上にのして炙りチーズっていうのもできますので、すげえ、ぜひお召し上がりください。めっちゃ美味しそうですね、はい、ありがとうございます。なんか新しいですね、チーズ、餃子の上にチーズって。いただきます。いきます。うん、あ、めっちゃ美味しいです。朝が来れば。すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございました。美味しかったです、めっちゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですか、うちのラーメンはですね、あの名前見てもらったら分かるんですけども、まさにトマトラーメンが売りなんですけども、実は僕トマトラーメン大嫌いなんですけど、朝が来れば誰でも、もう僕でも食えるようになったんで、誰でも食べれるように作ってあるので、ぜひまたよかったらよろしくお願いします。お願いします。私事なんですけども、結婚相手募集中です。ぜひここまでお願いします。お願いします。ありがとうございました。あと、すみません、一つよろしいですか。はい、うちに来てですね、あのスタッフと、はいはい、僕とで勝負させてもらいます。あ、いいですか。いいですか。いいですか。ぜひ勝負させてください。はい、あ、ありがとうございます。こちらこそ。何の勝負。何の勝負。早食い対決。早食い。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。朝が来れば。できました、僕。あんま、いまいちだった気がするんですけど。ということで、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。撮ってる？撮ってるよ。はい、着きました。イエーイ。あの、すいません。トイレ行きたいんで、どいてもらっていいですか。